プーチン大統領の自宅宮殿を別動画でご紹介しましたが、一方で、世界の覇者たるアメリカ合衆国のですね、大統領のジョー・バイデンのですね、自宅はどうなっているのか、非常に興味が湧いて調べてみました。アメリカ東海岸のデラウェア州のウィルミントンという都市に彼の家はありました。この町の高級住宅街の湖畔に建つ家がバイデン大統領の自宅になります。敷地面積はおよそ5000坪ですね。1万6000平米強になります。大統領の自宅の広さにしてはそんなにバカでかくないですね。アメリカの富裕層特有の、プールなんかもついておりますけれどもね、黒海の沿岸に巨大な宮殿を建てたプーチン大統領から見ると、これはまるでゴミのようだというような家になるんじゃないかと思いますね。バイデンさん庶民的なんですね。富裕層の中でもそんなにねすごい人ではないってことですね。そしてこの湖畔にボートが見えますね。ボートを漕ぐところ、漕ぎ出すところがあって、その奥にもいくつかボートが並んでますね。でここにプールがあって、家屋があって、1階2階ちょっと2階の屋根裏部屋かなで煙突がありますから、暖炉を囲んで家族で仲良く暮らしていらっしゃるんじゃないかと思いますね。それは家族といえば、バイデンさん若い頃にね、最初の奥さんと長女をね交通事故で亡くしてるんですよね。これ隣近所ですね。ご近所さん、こっちの家もでかいな。で交通事故で亡くして、生き残った長男もその後40代だったかな、脳腫瘍で亡くしてるんですよ。これが湖畔の対岸にあるお向かいさんですね。すさまじい豪邸ですね。バイデンさんなんかよりもずっとでかい。ボート乗り場もあって、プールもでかくてすごいですね。バイデンさんが向こうにあってね、おいバイデンって、なんだよバイデン、何みたいな感じで、おいバイデンって言って湖越しになんか会話してるかもしれませんね。ボートで一緒に遊んでるのかもしれない。周囲にはいろいろ豪邸ありますけれどもね。バイデンさんが30年前に買った時は35万ドルだそうですね。それが今は6倍ぐらいに値上がりしてるそうです。やっぱり不動産はね、長く持ち続けると価値が上がってくるんですね。そんなバイデンの豪邸、自宅ですけれども、特徴がありまして、この黒塗りの自動車ですね、3台止まってます。1台は門の前を塞ぐように止まってますね。やはりここは政府要人の自宅であることを物語ってます。出入り口っていうか、車で出入りするところもね、2箇所あってね、逃げ出せるようになってるんですかね。その辺がこの周辺の豪邸と作りがちょっと違うところですね。さすが世界のトップ頂点に立つ男、ジョー・バイデンですね。庶民的ではあるんですけれども、ちゃんと堅実的にセキュリティもついてるということですね。バイデンさん、ああいう人柄ですからね、プーチンの挑発に乗って世界戦争にならなくてよかったですよ。これがトランプとかだったらね、売られて喧嘩ね、買いに行って大変な目に遭ってたかもしれないんでね、とりあえず良しとしましょう。ご視聴ありがとうございました。